3月10日、中国新聞社とふれあいチャンネルの支局を兼ねる中国新聞廿日市メディアステーションの開校式が行われました。中国新聞社山本次郎会長、岡谷義則社長、総務省中国総合通信局斉藤和正局長ら関係者35名が出席しました。廿日市メディアステーションオープンです。ステーションは延べ492平方メートルで、2階建ての建物の外壁には木の町廿日市をイメージして木材を取り入れています。1階のコミュニティスペースでは、地域のイベントや中国新聞文化センターが講座・体験教室などを予定しています。2階には中国新聞西広島支局とふれあいチャンネル西部支局を配置しています。中国新聞廿日市メディアステーションは、多彩な情報を発信し、地域密着型のマルチメディア拠点を目指します。